次に、小倉孝太郎議員に質問を許します。小倉孝太郎議員。 私は市民クラブの一員としまして先に通告いたしました項目についての質問をいたしますまず大項目といたしまして文化的な街づくりについてお聞きいたしますはじめにアートを生かした街づくりについてであります我々市民クラブでは先日大分県大分市に行政視察に行ってまいりました大分市では中心部の新しい魅力の発信や にぎわいを創出して中心市街地の活性化を図る目的で平成27年の7月から9月にかけての2か月間街中の公衆トイレを舞台にした大分トイレンナーレというアートフェスティバルを行いましたこのトイレンナーレという言葉は大分市における造語でありまして1つはトイレもう1つは3年に一度のアートフェスティバルのことを表すイタリア語である トリエンナーレという言葉を組み合わせたものでありますここで我々が注目したのはなぜトイレなのかというところでありますこれは皆さんも日々実感していると思われますがトイレとはまさに憩いの場でありますそれと同時に観光地であればおもてなしの場所でもありますだからこそ大分市ではそこにアートを取り入れることで街中の魅力の再発見と 観光客にに対すするるおもてなししの心を表現することに成功しフェスティバルの期間中には日本トイレ大賞地方創生担当大臣賞を受賞したのでありますアートを取り入れる方法として実際には銭湯のペンキ絵のような絵画表現を壁一面に描いたものやいらなくなったおもちゃで作られた作品を展示しているものペンライトで描いた落書きが鏡の中に浮かび上がるようになっているものなどそれぞれが 創意工夫に満ちあふれていて現地調査をしていてもとても魅力的な街でありましたその中でも一番印象的だったのは公衆トイレをデコレーションケーキに見立てたものでした赤を基調にした内装であったりテント生地でトイレの屋根にろうそくなどの飾りを取り付けたりするなど言われなければトイレとはわからないほどの完成度であり今や待ち合わせ場所になっているほどの人気スポットだそうです今回 本市の予算措置で、新名通りのアーケード事業が注目されていますが、真の観光客へのおもてなしの心を表すためにも、新名通りの公衆トイレも改修すべきであり、それこそ待ち合わせ場所になるくらいになれば、中心市街地の活性化につながると考えますが、それは次回質問することにいたします。いいずれににににししてても、もも、も、づくりりアートをかかす取り組みは、文化的的観光的にもそして市民ととの共同という点からも 様々な可能性を芽生えさせるものだと思われますそこでお尋ねいたします大分市においては公衆トイレにアートを取り入れることによって街巡りにつなげ中心市街地活性化に結びつけていましたそれに対しまして本市では文化遺産である漆や蒔絵を中心とした芸術品のほかに地域が誇るアーティストによる芸術品がありますここれらのアートをを見せる街づくりをするりすとで さらなる文化度の高い町を目指していくべきだと考えますが見解をお聞かせくださいまた本市におきましても歴史と文化が刻まれた会津の町中を舞台として平成25年度より「町を歩けばアートに出会う」をキャッチコピーとして会津町中アートプロジェクトを開催していますしかし期間が1か月程度であることとまだまだ町全体のイベントにまではなっていないため観光客の誘客や 経済効果としては大きな成果とはなっていないと考えます。期間の延長も含め、もう少し大きなイベントにしていく必要があると考えますが、見解をお示しください。また、この大分市の事業は、大分市職員が自分の企画を市長へ直接プレゼンテーションできるという、アントレプレナーシップ事業、いわゆる新しい事業の創造意欲に燃え、果敢に挑む精神からの提案を契機に実現したものであります。 私も普段から本市の職員とさまざまな意見を交換する機会がありますが本当に熱意を持って本市のために考えていらっしゃる職員がたくさんいらっしゃいますその方たちの意見をもっともっと活用するべきだというふうに考えます本市においても市職員による提案制度はありますが市長へは間接的な提案であると聞いておりますまずは提案した本人が市長へ直接 プレゼンテーションできるような制度にした方が良いと考えますが、見解をお聞かせください。次に、町ちぶプロジェクトについてであります。同じく、市民クラブでは、長崎県長崎市にも行政視察に行ってまいりました。長崎市の街中は、歴史及び文化遺産の集積と商業業務や公共サービスなどの集積があり、5つのエリアを選定して、魅力の顕在化や 回遊性をを、促すための取り組みを町プロジェクトという市の事業として取りまとめて今後10年間取り組むとしています具体的な内容は5つのエリアのそれぞれが持つ特色を生かしながらエリア内の魅力の向上に結びつくような取り組みをするとともにそれぞれのエリアをつなげていくための軸づくりに取り組んでいました実際に我々も長崎の町を現地調査いたしましたが素晴らしい町並みであると同時に 会津藩出身で長崎県で今でいうところの県知事であった草下義義による近代的な水道施設も見せていただき、偉大な先人の事業を誇りに思ってきたところでもあります。また、長崎市でもトイレはおもてなしの場所として整備されていて、この取り組みに関するアンケートでも、トイレはゆっくりほっとできる場所、41歳男性、自分が巣になれるところ、35歳女性、 気持ちを切り替える場所、40代女性、汚かったら入りたくないです、保育園児6歳などの回答があり、大分市と同時にトイレ整備の重要性を学んできたところでありますもちろん、本市でも町中賑にぎわいプロジェクト実行委員会を中心に、町中の回遊性や町中における憩いの空間づくり、町中の景観づくり、エリア別の魅力の創造、町村ウォークなどに取り組んでおり、 長崎市に負けずず劣らずの取りり組みは行っておりますそこでお尋ねいたします長崎市では町中のにぎわいの創造のために市の事業として町ぶらプロジェクトを企画しにぎわいづくりに取り組む人たちや団体による事業を認定する町ぶらプロジェクト認定制度を実施していますそれに認定されることで町づくりの当事者としての意識と社会貢献という評価が付され町ぶらプロジェクト上に位置づけられ 地域力による街中のにぎわい創生に加速がついていますそこで本紙でもこのような認定制度を取り入れてさらなる街中のにぎわいにつなげていくべきと考えますが見解をお示しくださいまた街ブラプロジェクト認定事業の一つに地元銀行である18銀行による街ブラプロジェクト認定所所得者に対する金利優遇がありますこれは地域力による街中のにぎわい再生に対して 資金面から支援することで、より円滑な事業の実施を図ろうとするもので、実際にこの優遇措置が効果的であるとのことでした。そこで、本市においても、地元金融機関との連携が必要であると考えますが、見解をお聞かせください。次に、県立博物館との連携についてであります。先日といっても、おとといの日曜日ですが、県立博物館に行ってまいりました。そこには、 驚くくほどののたささんの小さな子たたちがいましたなぜかというと震災からの復興の一環でポケットに入るくらいの小さなモンスターの映画の上映会が開かれていたからでした同時に写真撮影やワークショップが開かれていて県立博物館でのこのような利用の仕方があることも再発見してきましたさてここで皆さんにお尋ねいたします県立博物館が開館して今年度で何年になるでしょうか 答えは30年ですつまり今年度は開館30周年の記念の年になり今年度は1年をかけてさまざまな記念イベントが行われていましたがここにいらっしゃる何人の方がそれに気づき足を運ばれたのでしょうかでは一般の市民の方はどうでしょうか30年という長い長い時間をかけてどれだけ地元に定着したのでしょうかそして私たちはどれほど県立博物館を利用し愛し 誇りに思ってきたたのででししょうかそこでお尋ねいたします県立博物館では平成24年より福島の文化歴史自然の豊かさを再発見することや福島が抱える課題を共有し共に考える場を生み出すことを目的とした浜中会津文化連携プロジェクトが行われていますこれは福島県内の文化施設や大学 NPO などと連携して行っているものでありますが 本市はどのように関わっているのかお示しくださいまた本市のまちづくりにおいて県立の施設であるとはいえ博物館は文化的にも観光資源としても欠かせない存在でありますしかし十分に活用されているとはまだまだ言えない状況です小中学校の活用をはじめ教育旅行や観光ツアーなどに組み込まれるようにもっとアピールしていくべきだと考えますが見解をお聞かせください 次に、景観条例の活用についてであります。本市の景観条例は、守り、作り、育てるの基本理念のもと、快適で潤いのあるふるさとの創造のために、積極的な都市景観の形成に努めることを目的として制定されました。そして、本年4月1日より、大規模建築物や屋外広告に対する規制や誘導、眺望景観の保全、景観重点地区の指定などを盛り込んだ、 改正警官条例が施行されることになりました。そこで、日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地に建設が予定される ICT オフィスビルは、警官整備に対するモデルとなるべきであり、周辺にその意識が広がることが期待されます。そこで、警官重点地区の中でも ICT オフィスビルが面する北出丸大通りの街並みを、 重点的に整備していくべきだと考えますが認識をお,お聞かせください最後に会津版やもり事業についてお聞きいたします昔江戸時代にやもりと呼ばれ地主に代わって土地や建物の管理を行い全国から優秀な職,員を探職人を探してきて長屋に誘致したりその地域で快適に暮らせるように読み書きそろばんを教えたりなど いいいろろと職人人さんの世話をするたたちがいましたその考え方に習ったのが現代版のやもり制度であり金沢であったり千代田区であったり北九州などでも検討されているところであります今回の会津版やもり事業では平成27年7月から平成32年3月までの中心市街地活性化基本計画において中心市街地エリアにおける 歴史的建造物や空き店舗等の有給不動産を活用し、テナントの誘致等の利活用を図るなどとしていますが、現時点での進捗状況をお示しください。また、本市では、歴史的建造物の取り壊しや空き店舗が増加しており、歴史や文化を感じさせる街並みが減少しつつあるため、この事業の推進をスピードアップさせるべきだと考えますが、見解をお聞かせください。 以上で壇上からの質問を終わります市長。 小倉幸太郎議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、北で丸大通りの街並み整備についてであります。北で丸大通りは、これまで敦賀城の玄関口となる歴史ロードとして、通りに残る歴史的建造物等と調和した石畳の歩道整備や、無電中化などの整備を行ってきた経過にあります。また、今般、改正いたしました景観条例等に基づき、 鶴ヶ城周辺地区の指定において、北で丸大通りなどを沿道景観形成地区に位置づけ、敦賀城と調和した建物等の外観を改修する場合などを対象として、美しい会津若松景観助成制度の拡充を図ったところであります。今後も本市の顔となる歴史的特性を持つ通りとして、この助成制度を有効に活用するとと,ともに、 国の景観整備への支援制度について、調査・研究を行いながら、地域の皆様との共同をさらに推進し、敦賀城を核とした町並み景観づくりに取り組んでまいります。次に会津版やもり事業の進捗状況についてであります。会津版やもり事業は、有給不動産の所有者、事業主体、地域の方々、あ地域住民の方々などの関係者が、 有給不動産を利活用することにより、当該エリアの価値を向上させ、中心市街地の魅力向上とにぎわい創出につなげることを目的とした事業であります。現在、民間事業者が主体となり、空き店舗となった歴史的建造物を回収し、活用する先進的な取り組みが、基本計画エリア内において3件進められている状況となっております。 また市では今年度、計画エリア内の一部区域を対象に、空き店舗等の詳細な調査を行っており、今後、関係機関と連携しながら、空き店舗等の有効活用や情報発信について取り組みを進めてまいります。次に会津版やもり事業の推進についてであります。事業推進の前提として、まずは有給不動産に関わる 関係者の共通した認識の醸成を進めてまいりたいと考えており、先進事例の紹介、有給不動産の的確な把握と情報発信なども有機的に組み合わせながら、中心市街地の活性化に向け取り組んでまいります。なお、その他のご質問については、主観者よりお答えを申し上げます。教育部長 お答えいたしますアートを生かしたまちづくりのうち文化度の高い町についてであります本市では漆の伝統と匠の技を後世に伝える伝統工芸師などの職人の方々や若い歓声を持った失芸家の方々が活躍しておりますまたこれまでも多くの優れた芸術家を輩出しており現在においても創造力豊かな芸術家が様々な作品を制作しております これらの方々の作品をまちづくりにも生かしていくために平成25年度より街中の歴史的な建物や蔵店舗等を舞台として数々の出芸作品やアートで街を彩る会津街中アートプロジェクトを開催し気軽に芸術文化に触れていただくことで文化の香り高い街の創造に努めてきたところであります。今後も 本プロジェクトをはじめとして、会津の町に育まれた素晴らしい文化資源を活用し、本市の文化力の向上に努めてまいりたいと考えております。次に、会津町中アートプロジェクトの今後の方向性についてであります。本プロジェクトは、地域の特色を生かした芸術文化事業であることに加え、町中に市民の皆様や観光客の方々を誘導するイベントでもあり、 経済効果なども期待されることから、本年度より会津ブランドものづくりフェアと連携して事業を実施したところであります。その結果、一体的な広報や新たな来場者層の掘り起こしにつながるなどの効果があったところであり、今後も事業内容を充実して、多くの方々に来場していただくよう努め、町のにぎわいの創出にもつなげてまいりたいと考えております。 総務部長お答えいいたしまますす職員提案制度についてであります本市においても職員のよく向上を図るため市民サービスの向上や業務改善等に資する提案を奨励し優秀な提案を表彰する職員提案制度を設けております現在副市長と部長級職員による審査委員会では事務局が提案内容を説明しておりますが 今年度自ら説明したいという提案も寄せられたことから来年度から提案者自身によるプレゼンテーションについても検討してまいりたいと考えております今後も職員の意欲向上により市民サービスの向上や業務改善等が図られるよう必要な改善を行いながら職員提案制度の充実に取り組んでまいります観光商工部長お答えいたします 街中ののににわいいりに取りり取組む団体等の認定制度についてであります本市においては、市民の皆様や商店街、民間事業者の方々、さらには行政など、さまざまな主体による活性化事業を、中心市街地活性化基本計画に位置づけ、市民共同の理念のもと、活性化に向け,てで向けて取り組んでおります。本市では、長崎市のような事業認定制度は導入しておりませんが、 市民団体や商店街等との連携による街なかにぎわいづくりプロジェクト事業において景観づくりやイベント事業人材育成事業を通し街なかのにぎわいづくりやちづくりへの意欲の醸成を図っております今後も引き続き市民やちづくり団体等と連携してちづくりを進めることによりさらなる街なかのにぎわいづくりにつなげてまいります次に地元金融機関との連携についてであります 本市では各種事業者への制度融資による金融支援や金融機関商工会議所などによる新規出店者等への創業支援事業と連携を図っているほか中小企業振興条例に基づく補助制度により空き店舗の活用やイベント開催への支援など街中のにぎわい再生に向けた取り組みへの支援を行っておりますまた国においても日本政策金融公庫による 中心市街地エリア内の事業者への定理融資制度が設けられております、今後も金融機関をはじめとする各関係機関と連携を図りながら、さまざまな主体による取り組みを促進してまいります長。教育部長。お答えいたします浜中合図文化連携プロジェクトへの関わりりについてであります。 本プロジェクトは東日本大震災を契機としてスタートしたアートプロジェクトであり県内の団体と県立博物館が連携し実行委員会形式で実施されておりますこれまで県内各地や日本全国でさまざまな事業が展開され本市で実施されたプロジェクトもありましたが実行委員会の構成団体に市町村が入っていないことなどから本市が直接関わった事業はなかったところであります 今後は主な活動エリアの一つとして、本誌が居続けられていることから、連携して実施できるものがあれば、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に、県立博物館の小中学校の活用についてであります。県立博物館の利用につきましては、小中学校における総合的な学習の時間や、藍津こ人材育成プロジェクト、まなべこツアーにおいて、活用が図られているところであります。 今後もさらに利用が促進されるよう、各学校への利用啓発を進めてまいります。観光庁工部長。お答えいたします。観光に係る県立博物館との連携についてであります。県立博物館につきましては、教育旅行向けに、事前学習や自主研修のガイドとして活用している、教育旅行版、相い瀬に情報を掲載するとともに、一般向けの観光パンフレット、相い瀬や、 会津若松観光マップ、観光情報ウェブサイト、会津若松観光ナビなど、さまざまな媒体において周知しているところであります。また、平成30年は戊辰戦争から150周年にあたることから、県立博物館と連携した企画展示も検討しているところであり、今後ともさらなる連携に努めてまいります以上でございます。 小村幸太郎議員、はい。はい。ありがとうございました。それではあのいくつかお聞かせいただきたいと思うんですが、まず最初にプレゼンテーションの件についてお尋ねいたします、えー。まああの先日もマスコミに報道ありましたけれども、その県版の福島リーサスアイデアコンテストなんかにもあの。 市の職員の方が金賞ということで最優秀賞を取られたというような報道が出ておりましたであのぜひあのプレゼンテーションができるようにというふうには思っているんですがただ一つあのあの確認しておきたいのはこれはもちろん当然あの義務化をするのではないということなんです。あの 市職員必ずその提案したらプレゼンしなきゃいけないとなるとまたあのそれではあじゃあ、提案はという方も中にはやはりいらっしゃるかと思いますあのですからあのプレゼンテーションする機会をお、まあ、確保する担保するということであくまでもその義務化ではない形であのお願いしたいというふうに思うんですがその件についてのお考えだけまずお聞かせください総務部長 職員提案制度に関しましままてのごご質問でございます審査委員会で提案者自らがプレゼンテーションするということについてでございますが、今ほどお尋ねだあったように、義務化にするのか、それとも希望性にするのか、この辺につきましても、職員から積極的に提案が得られるよう、またそういった心理的なプレッシャー、その辺も考えながら、どういった形がよろしいのか、検討させていただきたいと思います。 小倉幸太郎議員。はい、えー。よろしくご配慮はお願いいたします。えー、それで、えー、次に。えっと。ものづくりフェアについて。あの、街中アートプロジェクトの流れで。お聞きしたいんですが。まあ、その、今回、その、初めて、その部署を超えて。あの。ものづくりフェアの方に、あの、教育委員会さんの方と、商工観光部の方で、の。 一緒にやられたということで、ものすごくこれ私。私はあのいい企画だと思うんです。やはりそういう形であのもっともっとこう。広げていきながらあの。いろいろなそのアート、うん、もしくはその地場産業を含めて、あの本当にもう会津の持っているいいもの。それをお皆さんに伝えていくという形にしていきたいというあのしていただきたいといただきたいと思ってますので、まあ、この辺のその先ほどその？ これからますますその方向性としては広がっていくというお話があったんですが、その部署を超えた形での今度のその連携の部分については、今後どういう方向性なのか、もう一回お聞かせいただければと思いますが。小倉孝太郎議員、アートプロジェクトの発展性というところでうれしいですか。 教育部長。ええー、街中、会津町中アートプロジェクトと、ええー、会津ブランドものづくりフェアの。ええー、まあ、共同での、まあ、事業展開ということで、今後の方向性ということでございます。あの、先ほどもご答弁申し上げましたように。ええー、まあ、アートプロジェクトとものづくりフェアにつきましては。えー、まさしく、あの、会津の伝統文化であります、漆という。 まあ、共通のテーマを持って、えーまあ、ほぼ同じ時間、えー、期間に開催されているということで、えー、アイズブランドものづくりフェアが、えー、この中心市街地で開催されるということを契機といたしまして、えー、今年度、あの例えば、えー、共同でパンフレットを作成したり、えー、情報発信等の連携に努めてきたところでございます。あの今後につきましても、えー、こういった事業効果が、えー まあ、期待できるということでございますので、そういったあのお互いに連携し合える部分についてはあの、積極的に展開してまいりたいというふうに考えております回目か、次、はい、長。では、県立博物館との連携について、えー、なんですけれども。あの まさに本当に今年30周年をすることによって県立博物館の方とお話ししてきてあのものすごく今あ変わろうとしているというところがあのいろいろ聞いてきました例えばその大塚山古墳の出土品の修理が今度来年で出来上がってくることによって展示の内容を変えていく、えー、もしくはその先ほどお話があったように戊辰150周年のやはりあの 特集をやりたいので、まあ、そういう意味ではぜひ若松市の方と連携をして例えばそのうちの県立博物館ではこういうことをやりたい市の方ではこういうことをやっていただきたいという,こう住み分けの部分そういったものもぜひこれから連携していきたいという話をされておりましたそしてその他にもえ団体割引の件であったり実は友の会の件年間パスポートの件、えー、これからその外観の修理をする件いろいろなことでやはりあの 県関さんの方でもあの市のほうといろいろこう連携をしていきたいという方向性をあの聞いてきましたのでぜひあの先ほどお積極的にあの関わっていかれたいというお気持ちをお聞きしましたのであのそこのところはぜひよろしくお願いしたいと思っております。 の件ですけれどもそのあの、町づくりの認定に対する金融機関、先ほど、その低金利の定油、定油、有利制度とか、あのいろいろな商工会議所の関連とかというふうになっておりましたが、結局、そのやはり町のために何かをしていただいている、例えばファサードの件であったりだとか、例えばトイレをどうぞといったときに、そのトイレの水の部分であるだとか、紙の部分であるとか、そういったものも含めまして、やはり、あの 町のためにしていただいている部分に対して、何かその今回、金融機関と連携をして、金利分をちょっと市の方で負担という形なんかしたら、いいのかなという形で今回、提案させていただいたんですが、そういった形で何かその金利を市の方で若干負担をするような、そういった方向性は今のところお考えになっているかどうかだけお聞かせください観光商工部長。 あの先ほど答弁申し上げましたように、町づくり、それから町なかのにぎわいづくり、さまざまな活動をいただいていることに対して、さまざまな支援制度は設けておりますであの、先ほどの長崎の事例におきましてはあの、市が、自治体がその認定をすることによって、その認定された方を、 あの金融機関自らが、自らの金融機関の事業としてあの金利を低くされているというようなことだと思いますけれども、市としてえあのまあその融資制度、それから補助制度、あの様々設けている中では、今のところはですねあの金融機関に、 金利を下げていただくような制度というところまではあのまあ、考えていないと言いますか、もう少し様子を見る必要があるのかなというふうに考えております。当面は現行のまあ、制度で運用していきたいというふうに考えております。あの認定につきましてはあの今その中心市街地活性化基本計画にさまざまプロジェクト 法が、その事業主体の方の名前も載せて、あの、まあ、掲載しておりますけれども、まあ、そういったところに、そのまちづくりの担い手として、あの、その計画の中に入っているという方々の、その自負心、あるいはその責任感というのが、のそこに入っているということで、かなりあの、醸成されているのではないかなというふうに考えておりますし、また、にぎわいづくりプロジェクトでも、あの、その構成員の皆様につきましては、その高いボランティア精神で。 やっていただいているということで、その祭りづくりの情熱を持ってやっておられる方だと思いますので、あのまあ、市としてはそういった思いを大切にしながらです、ねあの、できるだけの支援をしていきたいというふうに考えております小村幸太郎議員、5回目です、はい、それでは最後、景観条例についてお聞きいたします。これれはあの改めて市長にお尋ねしたいと思うんですけれどもその 今回、北手丸大通りを含めてあの大きく景観についてあの取り組んでいくという、先ほどあの力強いお言葉をいただいたんですが、やはり景観というのはその条例を作っただけではよくならない、やはり人が考えて人があ動かなければ景観というのはよくなっていかない、それはもう間違いないことだと思います。ですからあのぜひあのこのの景観にについてです、ね、特にあのさっきあの市長 城下町らしい街並みという言葉をあの使われておりますけれども、とその改めてその市長のお考えになっているこの若松市の街並み今後本当にどうしてどういう街並みをイメージしていらっしゃるのかそこのところをお聞かせいただいて質問を終わりたいと思います。市長,市長はい、えー、お答えをしたいと思います。まあ、あの経管にかかるものとしてはこの今議会で、えー、無電中華の 議論などもいただいておりますし、まあ、その整備が進んでいるのが、この北で丸大通りでもありますあの、お城周辺地区ということで、沿、ま、道、あ、景観形成地区ということで位置づけをさしたというふうに先ほど申し上げました、敦、ま、賀、あ、城との調和、まあ、これが大事なのかなというふうに思います、まあ、あの今回の ICT ビルの場所もです、ねえー、武家屋敷の一角にあったわけでありますので、 まあそれなりの,その雰囲気がやはり出てほしいというふうにも思っておりますし、まあ、どういうものがふさわしいというのは非常に幅があって、議論があるところかとは思いますけれども、まあ、先ほど申し上げた敦賀城との調和というのが一つの大きなキーワードになるのかなと思います、あともう一つ、観光的な視点から考えたときにもです、ね、やっぱり歩いてえ街並みを散策できるというのは非常に大きな。 ポイントになってこようかと思いますので、今回、景観条例の改正をさせていただいて、一歩踏み込んだわけでありますので、先ほど申し上げました国の景観整備への支援制度、こちらの方にもです、ね、今、提案をしているものがございます、それについて、さらに調査、研究を行いながらです、ね、もちろん地元の皆さんの協力も必要ということになりますので、改めて鶴ヶ城を核とした町並み景観づくりにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 ここで暫時休憩いたします再開を14時25分といたします